Uber Eats で稼いで人生を楽しもう。ピーナッツとちょこっとだけメープル。玄関に昨日一日置いておいたらすげえ匂いになってった。ちょっと触っただけでもすげえ匂い。やーべえ。やばいな。この前綺麗にしたばっかなのに。やっぱ濡れてそのまま放置はそうなるわな。昨日も雨降ってたから外に干せなくてね。ベリアが部屋の中でうんこしまくってファブリーズ1本使って、今ねバッグの匂いの除菌で1本使ってファブリーズ買いに行かなくちゃ。てかやばい、全然匂い取れる気がしない。また洗わなくちゃいけないのかな。てか明日もうすぐ使いたいしな。今日もやりたいのに。困った。もうすぐ11時になっちゃうよ。おー、やっとちょっと太陽が出てきたね。気温が上がんねえかな。はぁ、参ったね。臭いなんてレベルじゃなくなってきてるからね。臭すぎるからね。あぁ、11時過ぎちゃったな。11時20分ぐらいかな、今。まだね、臭いんだけど、さっきよりはだいぶ良くなった。もうファブリーズで除菌しまくり。ちょうどね、晴れてきて結構乾いた部分もあったし、で今マクドナルドだったんで行ってきます。今日はちょっと流しながら仕事する感じで、明日からがメインで、ちょっとね80、90できるか分かんないけどね。まあ80、90をトライしますわ。
疲れ様です。ウーバーイーツです。すごいな、2連続で受け取った瞬間にまた次が注文が鳴る感じ。相当人いねえのは。まあ明日からな、クエストあるからな。今日休んでる人いるかもな。そもそもカバンがびちゃびちゃでできないべ。俺も結構やばいもんね今。とりあえず2回キャンセルしたら長くなったから、ファブリーズ行こう。あ、鳴ってる、鳴ってんな。これいいんじゃないの。あとシステム固め、これで匂い取ろう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。14号マックなったな。さっきめっちゃ混んでたからな。大丈夫かな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。すぐできてた。ベテランの人に変わったから早いぜ。ありがてえ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。海浜幕張側来てるからプレナでトイレ使おうとしたらバーガーキングが閉店になってる。マジか。いやー、ここのバーガーキング良かったのにな。ダメですか、バーガーキングレベルでも。でどっかでなんないかなと思ったら寿司の大和ってとこがあった。初めてだな。行ってみるか。ヤマト全然あの寄らないし、ネタも落ちないし、入れ物もねちょうどギリギリカバンに入るぐらいのね正方形のやつで、ね、いいね、素晴らしい。
ブースト 1.1 残り15分でラリグラス。よかったよかった。海浜幕張3回ぐらい蹴ったからね。よかったよ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。雨降ってきたな。まだ超小雨だけど。いつラリグラスだからこれで終わりにしようかな。5000円まで行きたかったよね。まあ、4,200〜4,300円にはなんじゃないかな。今のところギリギリまたやんだかな。もうちょっとやるか。今8日ドマックだったし。お疲れ様です。ピザが警察に捕まってたな。何したんだろう。削り始めたな。一回ねスタバ受けたんだけどね、まあちょっと名前の記入が気持ち悪い感じだったから受けなかったけど、まあこの名前じゃないんだけど、あーくんとかなんかそんな感じでひらがなでね書いてあって、まあ、こういうのはねちょっと嫌だから受けないね。ドロップしてる時にねまた鳴ってデニーズが鳴ったんで、とりあえずまだやりました。譲ってるから。バイクの難しいとこだよね。もう自転車で頑張って足を鉄人にしちゃうしかない、ね、とにかく疲れとの戦いだからね。走り慣れて疲れない体を作って、まあ30軒40軒っていうのはどっちにしてもこのエリアじゃ難しいから、まあ25件から30件なんとかいけるような足に鍛え上げとけばね、それ
方でいいかな。よし。今週末さんがいた。お疲れ様です。ウーバーイーツです。久しぶりに中距離やるな。さあ、犬間てか、また雨降ってきた。あかんな。まあこれでとりあえず5000円を超える。遠いな、さぎ沼。腹減った。食いて。明日からもな、どこで補給するかが問題だよな。牛丼とか買っといて、なったらすぐ動けるようにテイクアウトでカバンに入れとこっかな。まあそれか菓子パンか。とりあえずエネルギー系ゼリーは昨日スーパー行った時買っといたから。いや、降ってきた。ダメだ。11時半ぐらいから始めてるのが3時半、ちょうど5時間だね。5時間で5000円ぐらい、時給1000円ぐらい。とりあえず今本郷の奥地にいるから、まあオンラインしながら帰って、なったら受け入れそうなやつは受けようかな。家側に行きそうなやつは。いつまでかわかんないけど、小雨がずっとパラついてるからね。明日に備えてもいいかなって感じね。帰ろうとして帰んねえから、こんな奥地まで来ちゃって。まあ5000円超えたから嬉しいっちゃ嬉しいけど、配達員がやっぱ比較的少ないかな今日は。ほとんど見ないもんね。まあ逆に明日からめっちゃいるって現象が起きたら大変な。ちょっとね、今もねまだ迷ってんだよね、クエストを最大にするかどうか。でも一回最大でやってみようかな。ちょっとね難しいとは思うけど。で、撮影もちょっとあんましないで集中しようかな、件数稼ぐのに。夜もね違うエリア行って10時までやるかもしれないし、ちょっとそこまでしないとね、この地方のエリアはなかなか80、90は達成できなそうなんで。先週鉄人さんが80達成してんのかな。俺も鉄人さんみたいにいろんなところ動くしかないかもな。疲れるけどやる価値はあるよな。クエストもね、戻ってきたとはいえまたいつなくなるかもわかんないし、まあ、確定要素が高いから稼げる時に稼ぐスタイルでやっていくしかないかなと思ってます。
今日は11件で5300円だったね、今見たら。そんな感じでした。今帰ってきて飯、夜飯は夜飯でまたもうちょっと遅く食べよう。これ動画編集し終わった後に、とりあえずね腹減ったから、緑のたぬきに納豆と卵とあと昨日のね夕飯の残りの肉を入れてごちゃ混ぜ。さあ明日どうなるかな。なればね、なりさえすればっていう展開なんだよね。ちょっと不安だけどやってみるか。月曜が特にねもう不安だよね。まあ、8時からちょっと気合い入れてやってみます。じゃあさっきも話したようにちょっとね編集の仕方が変わるかもしれない。あの忙しい期間は一件一件映せないかもしれないけど、まあうまくやってみます。考えながら極力ねやっぱり映像撮ってないで稼働できるように、時間が空いてる時は必ず来るから、まあそういう時に映像撮るようにしてちょっとやってみようと思います。でアップも相当遅くなるかもしれないね、まあ、10時まで稼働するとしたらちょっとわかんないけどね。8時半の段階で結構いい件数稼げてればまあそこで終わるけど、まあみんなでね木曜日にクエスト達成して久しぶりの美味しいお酒でも飲めるように頑張りましょう。それではお疲れ様でした。